田さん。原田さん。原田さん。原田さん、本体はどの道を取ったでしょうか。さあ、それがわからぬが、昨夜から諏訪勢の追手は急だし、タイの者も相当手負いはあるし、この様子では隊長、すいません。おお、勘太郎か。本体から使いに参りました。戸田ではないか。どこで。途中の熊の峰に倒れていらっしゃいましたんで。そうか。実は昨日からタイの者は心配していたが。おい、戸田隊長。勘太郎、本体はどこだ。河野斎殿ご無事か。小四郎殿も。本体は元気で、昨夜下諏訪に到着いたしまして、昆虫岡谷から辰野に向けて出発いたしました。どうか、それは天狗が逃げました。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 逃がすな、捕まえろ。逃げるやつは決定。どうしたんですか。天狗とも名を語って、この金品を足まってやるからだ。隊長。お前の生まれ故郷はこの近辺だと聞いたが。それで小次郎さんは案内役をせいと言われましたので。さすがに藤田殿だ。そこに容器が使われた。感動の多い稲の山坂は我々には一向不安ないじゃしな。はそれに幕府方の追手も迫ってくるだろうし、行く手の高遠藩も我々をそのままには通さんだろう。わしは無益の戦いを避けて早く本体とかしたいのじゃ。稲行く近道はここが。そこから山越しをして早瀬村を抜けるのが一番でございます。そうか。その方向に進むとして、早瀬村は。あっしの生まれ故郷で。それならなお都合がいいではないか。一つ村の様子を調べてくれんか。できれば食料を宿舎の用意も。隊長、それは困ります。どうしてだ。私は昔ヤクザ仲間で。今は我々の立派な仲間ではないか。影か柳か勘太郎さんか、ひく煙捨てて別れた故郷の月。
白座にやつれていても月を見てくれ心の錦生まれ変わって天竜の水に映す男の晴れ姿だよ源氏さん。嘘なもんかよお前。わしは確かにこの目でもって見てきとんだよ。幽霊が真っ昼間歩くんかよお前。そんなこと言ってお前さ、お寿恵さんに聞こえてごらん。本当だよ源氏さん。今だってね、あの人は死んだ勘太郎さんのこと思ってんだからね。冗談にも。だってね、わしは確かに見てきておるんだよ。あのね姉ちゃん、確かに街道からね、村の方に入ってきた勘太郎の姿や、手の横を頬をかぶりをしてね、スタスタスタと入ってきたのわしは見ておるんだからしょうがないじゃないかお前。だってあの人死んでるんだろ。大和田の親分のそばに暴れ込んで巣巻きにされてさ。だってわしは見たんだからお前ら。わからんのじゃねお前らは。おい女、酒だ。酒を持ってこい。おい、分かってんのか。酒を持ってこい。ねえ源十さん、勘太郎さんが帰ってきたってのは本当かね。おいよ、それがいつもの伝だよ。源十さん一杯食わせて酒の魚にするつもりなんだよ。それはね、そこそこ、はい、ずいぶん間抜けだよこの人。何源十さん、お前のまあね、綱をほどいて歩き出してるじゃないか。お酒頼みますよ。おいおい、うまいうまいって。おいいるじゃないか、いるじゃないかい。何よ、お前の。源氏、何を言ったんだよ。いましたよ、いましたよ。待っていましたよ。おら、お前は。あ、親分いらっしゃい。とつさんいるか、一兵衛さん。これは、大和田の親分さん。そうだ、他じゃねえがな。また厳しいお触れが出たんだよ。物騒なものが村へ入り込んできたら、どしどし訴え出るようにとな。それからめ、勘太郎が帰ってきたって噂なんだがな。ここへ姿見せねえ。勘太郎さんといえば、3年前に。そうよ。それがめ、ひょっくり帰ってきたって噂なんだよ。いや、やっぱりそうじゃないかい。わしは言うたろう。勘太郎が帰ってきたってこと、今言うとるやろ。わしはね、金じゃ。この目で見ておるんだから、勘太郎の帰ってきたの。ちゃんとわしはこの目で見ておるんだからさ。源氏。おめえ見たの。おいや、あとらね。わしは勘太郎が来るのね。わしはこの目でちゃんとね。どこで見たんだよ。いや、あのね、見るというわけじゃないけどもね。それもお前、それは。どこで見たんだよ。いや、すみません。ねえ。
お留守にお父ちゃん帰ってきたのかもしれないよ。お父ちゃん帰ってきたのか。おしんさん、まあ、カンタロウさん、お達者で、まあ、誰かと思ったら、まあ、よく、まあ、ありがとう。この通り達者です。おしんさんもお達者で、ありがとう。それにしてもあんたは死んだものだとばっかり思ってたのに。おかげさんで。なお新さん、昔の勘太郎は死にましたよ。正吉さんは、うちの人は旅に出てます。まだ旅から帰ってきていませんか。あの、どっかでお会いになりましたか。いや、久しぶりだから正吉さんに会っていきたいと思いましてね。おしんさん、ずいぶん変わりましたな。と言っちゃなんですが、このうちは村でも指折りの屋敷でしたが。本当にお恥ずかしい次第で。どうしたんです。え、何かあったんですか。いいえ、でも何かの巡り合わせだと思ってます。あっしはさっきからご先代が生きていられた頃のことを思い出していましたよ。あの頃はまるで家の中が午後が差すようにピカピカ光っていて、あっしなんざもったいなくて入れなかったもんです。誰もいねえよ。の親分です。十兵衛さんです。母さん、逃げて逃げてください。あ、親分さんですか。正吉はまだ帰らねえの。うちの人はまだ帰りませんね。帰らねえ。約束の日は今日じゃねえか。百郎の金を揃えて渡すってのは。すみませんが、もうしばらく。そのがすまんのもあるんけ。できなければ、証文のこの家屋をもらうまでだ。いえ、うちの人が帰ってきましたら、きっと。おかみさん、仏の顔も三度ってことがあるが、もういけねえ。消費者な、博打で買ったときは持って帰ってるんだ。負けた金になるとぐずぐず泣き言を抜かしやがって。すいません。お、そこにいるの勘太郎じゃねえか。これは大和田の親分で、結構なところでお目にかかりました。何だと。何が結構で。いえ、その親分にお目にかかれるのはどうせおめえだろうと思っていたら、本庄でお目にかかれて結構なことで。何、すっきりなる野郎だ。てめえの帰ってきた両家が手に分かってるんだ。へえ、ご存知で。俺の寝首をかくつもりだろ。そうはいかねえ。なあ、お前さんの首をもらったところで、今時カラスも喜ばねえや。何だと。お母さん。お母さん。やい、勘太郎。龍兵衛さん、俺は帰るよ。忙しい体なんだ。そん中でここ寄ったのは、昔ご恩を受けたおしんさんのうちが気になったからだ。桔梗、翔さんは博打で取られたそうだが、お前さんのいかさまにかかっちゃこの家屋敷がいくらあったって足りねえや。やい、待て勘太郎。うん、
った野郎。おう。よい。下手な真似しやると、てめえたちの腰っぽねを蹴るってからそう思え。おしんさん、正吉さんによろしく言ってこない。勘太郎が心配していましたと。義理の堅い人だから、それで何か俺のことを話さなかったか。いいえ、勘太郎さん、うちのことを心配してくれてるんだよ。分かるもんか、あの野郎。お前さん、どうかしたの？何？どうして勘太郎のやつは、なんでダメだ。相手の目が強すぎるんで。育児の目を取るぞ。お金ができないからだって、そんなに気に病むことありませんよ。うん。運の悪い時は仕方がないもんだ。せっかく当てにして出かけた上諏訪の親類のうちも、この頃の物騒な時でな。おめえ、天狗党なんていう物騒なやつが暴れ回ってるんだ。こんな時には親類なんてクソの役にも立たねえ。本当に自分の運の悪いのには愛想が尽きたよ。そんなこと、私はもうこんなうちになんか未練はありませんよ。それよりも親子三人水入らずで小さなうちでも借りて一生懸命になって働きましょうよ。お前さんさえその気になってくれたら。おめえのその気持ちはありがてえよ。だが俺がこのうちに入って人に家屋敷を取られたとあっては、ほらどうにも。だってそれはもうないもんだって思えば。いや、それじゃあ俺の立つがね、誰が十兵衛なんだにこの家屋敷を渡すもんか。ほら泥棒したって。まあ、お前さん。何、例えてみればそんな気持ちだ。俺はどんなことをしても金をこしらえるよ。こしらえるとも。どうしたんじゃ。今山のお寺行ったんですが、お留守だったんで。おお、そうか。いつ帰ってきたんじゃな。さっき帰ってきました。そうか。いや、わしはお前がもう帰ってくるじゃろうと思っとったんじゃ。そんなことが分かりますか。分かると。そんなことが分からんで坊主になれるか。わしはな、3年前にお前の墓建ててやったんじゃが、この頃どうもお前が帰ってくるような気がしてな。いい加減なこと言って。バカを言いなさい。ではお前はどうしてわしがここに来てることを分かったんだ。それはお嬢さんは酔っ払いの酒好きだから。それ見よ。お前にそのくらいのことが分かるのに、わしに貴様が生きとるか死んでるか分からんことがあるか。ねえお嬢さん、お嬢さんにちょいと話があるんですが。ん？なんだ、言ってみろ。ここじゃちょいと、ね、おお、人前で言いんような話なら俺は聞きとうないが。ね、実は。こんばんは。いらっしゃい。かいちゃん、竹田。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。
めえ簡単なんじゃないかい。おう、兄貴。みんな達者で結構だ。何言えんで、それは俺の方で言うこった。ねえ、お医者さん、これは勘太郎の本物ですかい。うん、そう、わしもどうかと思ってるんじゃが、足があるから間違いないじゃろ。ごめんください。おせいちゃん、ちょっとおいでよ。さあ、3人、親分のところ行こう。親分は、おめえが生きてとしたら、どんなに喜ぶか知らねえぞ。俺はちょいとここに話があんだ。そんな話はどうでもいいんだ。おめえは昔から親分思いじゃねえか。おめえが化けて出るにしても、親分のところが命一番じゃねえか。なあ、行こう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 。カンさん。うん、おせいさん。カンさん、カンさん。みんな昔の顔が揃ってんだな。おい、行け、行け。おめえたちがこんなところで買うと邪魔だ。あっち行ってくんな。和尚さん、あの話なんですが。何を言うのじゃ、バカな。人前で言っていいことと悪いこととある。あ、早く行こうよ、兄。やいつさんのところに顔出すのは当たり前じゃ。行ってきなさい、行ってきなさい。勘太郎、一目見りゃ分かるだろうが、俺もこの頃はすっかり落ち目よ。のさばってんのは大技の十兵衛ばかりよ。大官所から実手預かりやがってな。ええ、悔しいじゃねえか、勘太郎に。十兵衛のような悪い野郎が上がり目でよ。こんな村里に引っ込んでいちゃ、しみじみ分かるのは夜年並みだけだよ。落ち目のまんま死んでいくのかと思や、勘太郎。寝つかりねえ晩が続くなよ。秋祭りが来ると露天の地割りで、また十兵衛一家が幅を利かしがるんだ。三年目、イカサマドバへ暴れ込んだあの勢いでよ。この的場一家を盛り返しておくんなせ。頼みだ。手を引いてください
いそうにな。何よ。カンタロウがよ。伸びてる。帰ってきたら村大騒ぎになるって言ったが、いや違いないよ違いないよ。こうして庄屋さんから酒をおごってもらうんじゃからね、こりゃ毎晩天狗が出てくれればいいってね。カンカン歌いなさいよ。俺は歌いけねえ。ダメよ、今夜から村一番の人気者じゃないの。聞かせてね。そうよな。おう、おいちゃん、おいちゃん、俺の代わりに歌っとくれよ。おいよ、いいよよい。通してもらうぜ。あの、何か旦那様まだお休みになっておりますが。旦那じゃねえんだよ、勘太郎に用があるんだよ。ゆんべはコントラ峠に泊まったはずだ。いえ、お泊まりにはなりません。大会所の命令だ、取り調べるぜ。お、やらどう。お、勘太郎、宿所の都合はついたか。着きました。それはありがたい。場所はどこだ。この
山の上の瑞禅寺っていうお寺です。何をしたとも思っちゃおらんが。お嬢さんの方が平気なんで、足の方が心配してるぐらいなんです。おう。実は今夜ここへ泊めてもらう連中のことなんですが。いいじゃろ、カンタロ。わしは世間のことは聞いてもわからんでな。え？世の中にそんなビクビクするほどのことがあるもんじゃないよ。へいや、わしはお前を見て安心して空いてる部屋を貸したんだから、この部屋をバックチバにしても一向平気だが、一度死んでくると人間というものは本当に生きてくるもんでな、カンタロ。一緒に行こう。長坊、とっちゃん帰ってきたかい。長坊、まだ帰らねえの。気に入りや。ちょっと空いてんだな。あのお家の人、藤田、すいませんが女房も変に思っているんだし。おい小吉、貴様はそんな薄情なことを言うのか。こんなに怪我をしている俺を追い出そうというのか。そんなわけじゃありませんが。それじゃ俺が捕まったらいいのか。貴様も同罪だぞ。俺がみんな喋っちまうから。そんな藤田さん。よし、貴様がそういう了見なら俺にも覚悟があるんだ。山の中で本物の天狗党に捕まり、仲間は全部切られて命からがら逃げ出してきた二人だ。お前だって天狗の面をかぶって押し込みを働いたことは隠しきれねえ。冗談で、私は何も。おい小吉、俺を追い出すならそれだけは考えとけよ。米や味噌のことは引き受けましょう。だが勘太郎さん、正直に言いますと、わしはな、正吉という男につくづく愛想を尽かしておりますのじゃ。そうでございましょうが、わしは親父の代から世話になったあのお新さんのうちが十兵衛のような奴の手に手を当たってしまうの、黙って見ちゃいられません。お新さんや消防がかわいそうで。いや、どうしてあげたらいいかな。
いや、わしも先代とは恋な仲じゃったが、小吉が真面目に働くって約束でこちらに使っていただけたら、おしんさんも喜んで一緒に働くと思いますが。なるほど。で、それで前借でもさせていただけたら。前借といってもお前さん、百両という金は。そこが人助けでございます。長い目で見てやってくだされば親御三人が助かります。いや、お前さんの言うことは立派に筋道当たってるが、とにかく明日にでも小吉を一度よこしてくださらんか。あの男の了見を聞いてみんことね。承知しました。これから早速出かけて本人にもよく話しますから。百両の金があれば文句はねえんだろ。だからもう一度天狗の面をかぶればそれで済むんだ。とんでもない。私はどんなに困ってもあんな真似金輪際しません。おめえがいくら綺麗な口を聞いてもな、一度俺たちの仲間に入ったら死ぬまでこの義理は抜けねえんだ。だってお前さん、私は何も自分が。そんなことは聞いてるんじゃねえ。一緒に仕事をやるのかやらねえのか、返事しろ。おい初吉、この街道筋にはな、俺たちの仲間大勢いるんだ。お前が心変わりするようならかわいそうだが、女房子供の命もないものと思うよ。お前さん、女子供に何の罪が。だから黙って仕事をすれば金はできると言ってるじゃないか。菅さん、おめえ何だってこんなところ。翔さん、俺は今おしんさんに話を聞いてやってきたんだ。まあいいから、お前さん向こう行ってるといい。おしんさんかわいそうに心配してるじゃないか。浪人さん、お前さんにここにいられっと、うちの者が迷惑するんだ。貴様は誰かに頼まれてきたな。何、お前さんにはあっしがいいところを案内してやるから、一緒に来てくれ。よし、どこへでもついてってやる。後で後悔するな。お前さんが耐えれないんだよ。あんな悪党に引きずり込まれないでしっかりしておくれよ。ね、今ちょうどいいところ勘太郎さんが来たから、私が頼んだんだよ。うん、お前さん、どこ行くの。おいおい、どこ行くつもりだ。どこってお前さんの一番いいところだよ。何、なんだ、翔さんじゃねえか。こんなところに来て。あの浪人者どうしたね。あれか、あの人の一番いいところ行ったよ。もう帰っちゃ来ないから安心するがいい。おう翔さん、ここには誰もいねえから言うが、お前が妙な手具の面をかぶっていたことはもう誰も知らねえから大丈夫だ。おう翔さん、そんな目で俺を見るんじゃねえ。俺はお前のことを心配してる人間だ。俺の言うこともまんざら赤の他人じゃねえと思って、今夜一つ聞いちゃくれねえか。うん、翔さん、俺はな、おめえが心の底からの悪党でねえことは分かってるんだ。妙な仲間に入ったのものっぴきならねえ羽目からだとは思っているが。母さん、おめえあんなもの聞いて大丈夫か。また心配するな。それよりもおめえ、なぜ真剣に自分のことを心配しねえんだ。畑になって働けば天下に怖いものはねえはずだ。今さらそんなこと言ったって、明日家屋敷を十兵に取られちまうんだ。畑になったって追っつかねえじゃねえか。翔さん、気の弱えのは悪党と同じに悪いことだ。おめえ、おしんさんや消防がかわいそうだとは思わねえのか。俺のようなもんと夫婦になったのがおしんの不幸せだ。いっそかんさん、おめえと一緒になった方がよかった。
とんでもねえこと言い出しやがって。そんなにおめえのことを思ってるおしんさんの気持ちがわからねえのか。でもお母さんはおしんに惚れてたんじゃない。よさねえかふざけた話を。庄屋の旦那がおめえに会いたいって言ってたぜ。庄屋さんが？俺のようなもんに何の用があるんだ。庄屋の旦那は物の分かったお方だ。おめえが困っているのを見かねて何か目計らいをしてくださるのかもしれない。うん？明日にでも行ってみねえか。なあ庄さん。今お出かけになってるんですがね。え、どちらです？代官所から呼び出しがあってね。代官所から？何でも天狗党の取締りの一件だということですが。あ、まあおかけなさい。え、一体旦那様に何のご用ですか？いえ、旦那様があっしに用があると聞いてきたんで、カンタさんが旦那様と話し合いの上であっしに来るようにと。なんぞ間違いじゃありませんか？留守中のことは私に頼んでまいりましたけど、勘太郎さんの話もあなたのことも何も聞いておりませんが。そんなはずありませんよ。勘太郎があんなに立派な口を聞いたんだ。今夜に迫った金のことで。お金のこと？ええ。正吉さん、お金のご相談でしたら旦那様がどう申しましょうとも私からお断りします。人生会長さん、おご苦労。本隊は明日の朝伊那に着くはずだったな。さようでございます。ここを夕刻出発すれば明日の朝は伊那に着くか。ええー、大丈夫です。道は二筋ありますが、少し何十でも感動を抜けて天竜川を下れば。勘太郎、あれが和尚か？ええ、世話をかけた礼を言いたいが。あの和尚さんなら言っても言わなくても同じことでございますよ。ほほう、面白いお嬢らしいな。それから勘太郎、戸田はこの寺に預かってもらうわけにはいかんかな。戸田さんは？お嬢に頼んでくれんか。あの体では無理じゃ。さっきもわざと元気そうにお前を迎えに行ったらしいが、どうもかわいそうな。おい、女。酒。正吉、二階堂親分が待ってるんだ。正吉だ。いいご機嫌のところ呼び立ててすまなかったな。親分、金の催促なら晩までって約束で。分かってな。まあまあ、こっちへ変な。え、さあ、まあ、一杯行こう。おう、ミネ。え、おう、姉ちゃん、酒はねえよ。はい。あ、いいわ。私が持ってってやるよ。かんだら、時々おめんちへ来るそうだな。おめんちには底辺切りを立っているようじゃねえ。いや、正吉、おめえゆんべ甲信塚の子たちの中でカンタロのやつと何か話をしていたな。それぐらいの地獄見でなくちゃこいつは預かれねえ。
すぐ代わりを頼むぜ。はい。おせいちゃん、おめえが聞いてちゃよくねえ話だから、下へ降りててくんな。はい。見ねえ。なあ、正一。正直に言うと、実はカンタのやつが薄っきり悪くてしょうがねえんだよ。どうして生きてけえってきやがったのか、スマキの仕返しにけえってきやがったかと思うと、一向その気配も見せやがらねえしよ。まったく嫌な野郎だ。おめえとこのおじいさんには惚れてやるようだし。そんなバカな親分、そんなこと。世間の噂よ。気を悪くしなさんだよ。おしんさんだっておめえ幼なじみだろ。親分、おしんを女房をそんなふうに言わないでおくんなさい。おっしょ。あ、こいつは悪かった。ついおめえ口が滑りやがってな。さあ、え、なあ正一、簡単な居所を教えてくれねえか。いや、難しいことじゃねえんだよ。野郎の居所を教えてくれたら。なあ正直、おめえに貸した金な、あれおめえ棒引きにしてやってもいいぜ。親分、それは本当だと思う。よし、おめえ手放さねえで済むしよ。女房には顔も立つしな。親分、おめえも養子の身だ。こっさらめ、いい屋敷は大事にしなくちゃ。正一、てめえ知ってるな。知らない。あっしは何にも。知らなきゃいいがね。正一、簡単な奴は何か大それたことをやってやると睨んでんだがな。例えば天狗党よ。天狗党ですって。そうよ。そうだと賞金にありつけるんだぜ。100両だ。正吉、どうした。てめえんちの悩ん中にいた浪人は、あら何者だ。え、お上はな、何もかもお見通しなんだ。あの侍、野中の一本道で殺されていたぞ。何も、あっしが。まさかてめえのやったんじゃあるめえ。誰だよ、ん、誰で。曖昧な申し立てをしがると、しょっぴんでいくぞ。知らない。俺じゃない、俺は何も。じゃあ誰だ。神田か。え、カンタだな。正直に言え。カンタの。カンタがやったんだな。よし、まとまろう。代官所の出しだ。取り物に手を貸してもらうぜ。取り物に。カンタロウだ。野郎がこの村に天狗党連れ込みやったの。何、カンタロウが。正吉が口を割ったんだよ。奴ら日暮れ前に山寺を下るらしい。そこでおめえんとこ一家は裏山の感動に張っていてもらえて、一匹も逃がしちゃならねえって、お上のきついお達しなんだ。お役を務めさせてもらいます。
戸田さん、ね、戸田さん、隊長さんも心配していなさるし、お嬢さんにはよく話しておきましたからね。どうしても寺に残れというのか。養生すりゃすぐ良くなりますよね。ありがたいが勘太郎、わしはもう助からんことを自分で知っている。わしはどうせ死ぬのなら隊を離れたら死んじゃくないのだ。ああ戸田さん、いや言ってくれるな。自分の体は自分でよくわかる。本心を打ち明けると、わしは死に場所を求めているのだ。隊長の命令とあれば寺に残るが。そうしておくんなさい。本隊の落ち着く場所が決まったら足がすぐ迎えに上がりますからね。一緒に行きましょう。追ってです。さあ。隊長。勘太郎は逃げたに違いありません。巫女来たのはあいつです。いや、わしはそう思わん。まあ待ってやれ。あの男はどこかで働いてると思う。来るもんか、あの裏切り者め。知らんのか。密告者は誰だ。知りません。知らん。知らじらしい。何がですか。山を降りたのは貴様だけだぞ。わしは密告したとでも言うですか。勘太郎、貴様朝霧峠で偽物天狗を切ったと言ったな。ええ。あいつはこの村で生きてるではないか。返事があるか。まあ待て、車だ。勘太郎攻めるのはここじゃ。でも隊長、無事の情けだ。攻めてやるな。それよりも我らの目的は決闘をしないで本隊に合することだ。裏道がありますから、落ち延びてください。
これでまとまりかと思ったんだ。勘定屋お前に見守られて。親分、親分、俺はお前やお前の仲間をこの村から落としてやりたかったんだ。それを小吉のやつがそぶし、それじゃそねしたな小吉。まさ浮かない顔して。でもありがたいじゃないかね。さっきお前さんが出て行った後ですぐに塩屋さんからこのお金を届けてくださったよ。勘太郎さんから頼まれたんだって。本当に勘太郎さんって人は私たちには何にも言わないでこんな親切なことをしててくれたんだね。自分の親が受けたちょっとばかりの恩を忘れずに。ねえお前さん、このお金をお渡し返したらどうぞ堅気な人間になっとくれね。私も身を粉にして働くよ。そうなったらどんなに嬉しいだろう。私はもう何にもいりゃしない。消防がいつまでも達者でお前さんさえ真面目になってくれたら私はそれで幸せなんだよ。おしんすまねえ、勘弁してくれ。俺はこの金見るとあの人に叩き切られるよりまだ辛い気持ちだ。どうしたんだねお前さん。俺が母さんを損にしたんだ。天狗党だって損にしたんだ。お前さんが？俺は知らなかったんだ。母さんに騙されたと思って。まあ、あんたって人は。おしん、俺は母さんに会ってくる。生きていられたら両家も入れ替えて真人間になるつもりだ。ああそうしとくれ。そうすれば私はどんなに嬉しい。